えー、こんにちは、森です。本日は、南海歌詞解説。チャレンジしますよ。クリスマスイーブ、山下達郎。この、えー、歌についてですね、ちょうどクリスマス何日前やろ、えー。2週間ほど前ですね、あのー、あげますので、あのー、 チャレンジですよこれ。日本で誰もこんな解説をしたことがないということをやりますので、聞いてください、えー。ご存知のように、雨や夜更け過ぎに雪へと変わるだろうっていうのから始まりますね。えー、これは、意味することは、クリスマスの夜という、ね。冬。冬の夜ですね。冬。<laughs> 冬の夜。きっと君は来ない。一人きりのクリスマスイブ。クリスマスイブに彼女が来てくれないっていうことですよね。もうこれ悲惨ですね。失恋かもわかりませんし、まあ何が起こったか事故かもわかりません。事故。 心深く秘めた思い、叶えられそうにもない。えー、秘めた思いが叶えられそうにもない。あ、もう失恋か別れかね。あ、もう自分であの子が好きだなって思うことを叶えられそうにもない。まあ、失恋。片思いっていうことかも必ず今夜なら、 言えそうな気がした。告白やね。今日なら言える。ということです。まだ消え残る君への思い、夜へと降り続く。まあ出会えてないからね。一人ぽっちで、まあ夜にずっと待ってるんでしょうね。街角にはクリスマスツリー、銀色のきらめき。 一人でクリスマスと。一人でクリスマスを迎えるとまあ、よく言われる悲惨な状況ということですけれども、で、この歌が実際、まあ、言葉尻だとある程度わかりますけど、全体を見て、これってどんなドラマが隠されているんだろうと思うじゃないですか。いろいろね。 こんな流行ってる、未だにこの,この、僕が67になりましたけど、こう、その40年以上かな。巻リ里帆がもうかなりの年齢になるんで、40年ぐらいでかもわかりませんよ。ずっとクリスマスにこれが流れてるんですよ、ね。日本ではこの曲がクリスマス曲、 国の代表作じゃないですか。まあ、それが何を意味しているのかっていうことがあるじゃないですか。あ、ちょっとずれてるな。<laughs> ピントが合ってたかな。まあ、とりあえず続けますよね。何を意味しているんだろうっていうことを考えたときにね、あの、こんなヒットした山下達郎さん、今更ね、これはこういう、 曲で作ったんだよ。言えないですよね。絶対言えないですよ。もう、この曲自体が一人歩きして、みんなの心に、もう世代を超えて入っていくわけですから、何が言いたいのか、答えなんか言わないですよ。ね。ですから、私が大きく取り上げます。これも日本全国で初めての回答です。すごいでしょ この単語の片隅、単語の片隅の、まあ、森がですよ。こんな日本全国で流行ってる曲を初めて日本人が解説すると。<laughs> これは絶対正しいと思います。これね、字面はみんなこういう感じですよ。 こういう体験をした人はいるじゃないですか。クリスマスの夜に失恋した人、クリスマスの夜に別れた人、クリスマスの夜に片思いで告白できなかった人、クリスマスの夜に一人ぽっちで、えー、これ夜へと降り続くとずっと夜に待ち合わせのとこで待ってた。そういう、まあ、あれあるいは、ね、事故でね、なんか、 あの会社でこれ残業やってちょうだいとか言われて行けない場合もあるじゃないですか。当時これはね、あの、携帯がない時代ですよね。携帯のない時代だからこそ簡単にちょっと今日行けなくなったって言えないような状況もあったかもしれないということですけど。これじゃないです。これはそんないろんな人に適応できるような あの、思いじゃなしにね。もう一つだけです。簡単に言いますね。ここに書いてあります。クリスマスの夜、あ、クリスマスイブっていうのは、まあ、前日という意味でしょうけどね。要するに、キリストが誕生した日ですよね。生誕の日です。キリストが生まれた日ですよね。ね。昔ね、私ね。ずいぶん昔にキリストが亡くなった日だと思ってね。 思ったですけど、違う。<laughs> 生まれた日。でね、大体ね、クリス、ああ、クリスマスって、子供にとってみたら夢が叶う日ですよね。うん、あの、た、クリスマスプレゼントもらって、あ、欲しいものがもらえたーっていう、そういう嬉しい日です。ですから、すべてのことが叶う日と言ってもいい。<laughs> 叶う日。祈りが通じる日です。祈りが通じる。通じるんですよね。祈りが通じる。叶う日。ね。と思うわけですよ。よと思う。 神様を信じたらいいことがあるということがこの歌ってただそれだけを言ってるんですよ。答えはそれ。要するに、待ち合わせの場所に来てくれなかった。あるいは一人ぽっちで言うけど、相手は あの人が一人ぼっちだから、言ってあげないといけないっていうような気持ちにもならない。まあ、はっきり言って、失恋、片思いであったり、失恋であったり、ね。そんなことのような状況もあるでしょ言葉尻では。でも神はね、そんなことじゃない。私、神様の親戚はないんですけど、神様は、この人が、 ね。まあ、例えば、まあ、彼氏がですよ。彼氏。彼氏が、彼女と。彼氏、彼女が、思ってる恋心を叶えてくれる日がクリスマス。 あるいはクリスマスイブですよ。で、この歌の内容は、神様は叶えてあげたいと。あなたの恋を成就してあげたい。ちゃんと告白できたらいいのにねって神様思うわけですよ、ね。ね。そういう日なんです。ですが、そういう歌。だからここに、まあ、書いてあるね。きっと君は来ない一人きりのクリスマスイブ。 になるかもしれない。すごい不安じゃないですかね。来てくれへんかな、とか。ただ、この男の子、あるいは女の子が、彼氏、彼女に対して思う気持ちを、神様は、叶えてくれることはない。だって、相手が嫌い、相手何も思ってないのに、この子を愛してやってくれ。そんなこと神様は言わないです。 言わない。お互いが好きになってほしいって神様は思うわけです。ですから、あの、こういう彼氏、彼女は、会いたいなとか、早く会いたいなとか祈、祈って、それが叶えさせてあげたい。そういう神様は思うけども、嫌いな、 別に何にも思ってない人をコロッと変えて言うわけにはいかない。だから相思相愛の彼女彼氏を出会わせてあげてそしてクリスマスの夜にね告白ができたらいいのにねということです。ですから彼女を自分に振り向くように変,変化はできない。 変、あの変えることはできないけど、彼氏に彼女を、いい彼女を見つけてあげたいねっていうことです。ですから、もしこのクリスマスの日に別れでやろうが片思いでやろうが告白が失敗しようが一人ぼっちでいても、今年のクリスマスは一人ぼっちで失恋したのかもしれないけれども、いい、 彼氏、彼女が見つかりますよ。いい出会いがまたあるからねっていう祈りの言葉ですよね。すごいですよ。ですから、この山下達郎クリスマスイブって神の領域ですよ。神の領域。神さんが祈ってくれてるわけですよね。 いろんなことがあっても、それを乗り越えて、またいい彼氏、彼女が見つかりますよっていう、ここ、ことが、この中、歌の中に入ってるから、いろんな別に、あの、こんな状況になったことがない。全く、まだ恋もしてない人にとってみても、この歌はすごい心に染みる。また、ズタボロにね、ズタボロにも傷ついて、あの、 捨てられたような男でもあったり、女であったりしてあるいはもうなんだか、もう夢も希望もなくなった人にも、この歌は祈り、祈って叶うように見てくださる神様がいるということを、この歌が歌ってるわけですよね。ですから、この曲はすごい、ということです。ですから、この、 項目のいろんな彼氏彼女の項目をの上からの目線で叶ったらいいね祈、祈って、私は祈ってる。あなたは絶対にいい人、いい彼氏彼女が見つかりますよっていうことを、えー、この歌は言っているから誰にも認められる歌になりました。 まあ、そういうことでございます、えー。本日クリスマスイブになる前にこの歌の内容をね、解説させていただきました。どうですかねよろしくお願いします。